こんにちは。こちら兜町にございます内藤証券1階株スター7110より本日は投資調査部の浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日の日経平均株価は終日強い動きが続きまして、246円高ですね。前日比トピックスが13ポイント高で終わりました。というところで、今週月曜日のですね朝に私、今週は戻りを試す動きになるだろうということで書いてたんですけども、その月火とかですね非常に弱い動きになったりしまして、どうなるかとことかと心配しましたけれども、結局週末にかけて強を張ったということでございます。指数の方を見ていただきましょう。指数の方はご覧の通りで246円高でございますね。800円台までありました。それから円相場の方は108円に入ってまして、米国債、米国の長期債あたりが金利の方がですね少しちょっと上がってたりもしまして、そういったこともあって円相場の方61銭円安方向に動いています。それから売買代金はそれさほど多くはないですね。2兆1000億円台ということですね。それから大型株インデックス買いなんかも入ったのか大型株が強かったと。騰落レシオは 132% 台で、以前過熱圏ということなんですけども、この辺りでうろうろしているという状況でございまして、というところです。それから業種別の株価指数ですけれども、ここのところちょっと軟調だったですね。海運でありますとか、あと素材関係、非鉄でありますとか鉄鋼、そして自動車ですね、輸送用機器、そういったところが今日は反発しました。他にも小売業とかですね、あと機械とか精密機器だ、銀行なんかも小高かったというところですね。一方堅調だったら、どちらかというと内需系でありますサービス業とか情報通信業、こういったところが小安いというところでございます。ニューヨークダウの工業株30平均株価はご覧の通り、ここ数週ちょっと弱めの動き、4週連続で弱めの動きですけども、ここ2週間は下ヒゲをちょっと長めに伸ばしてですね、下の方にはちょっと買いがはわされているといいますか、買い物が入ってくるような、おしめ買いが入ってくるような動きにはなってます。堅調な動きですね。半導体株指数も非常に強い動きで、高値近辺の動きということでございます。同様の動きですね。それから10年国債利回りの方は今週の方は前週末比 0.143% 上昇しまして、ポンと上昇して 1.67% 台まで戻したというところでございまして、一時 1.5% 台、この前が 1.43% ですが、それ近くまで行って少し再び戻したということで、ここから一段米金利が低下するのはちょっと目先は考えにくい状況になって動きにはなっているということですね。円相場ご覧の通り といった動きもありまして、少し円安方向にもちょっと動きにくいんですけれども、今週は107円、今日は108円台ですので、この26週平均近くまで円安方向に動いたと。上海総合指数はこちらの方は今日上昇しました。今日はですね、26ポイントほど高くて2974ポイントまで上げました。上げています。それから同先物相場もこちらの方は若干ちょっと下げしぶる動きにはなってきてますね。前週末比で昨日現在138ドル高というところですね。それから日経平均株価の日足の方はこの202銭とか75日線、2万1200円とか300円台で下げしぶる動きになってます。ちょうどやっぱりこの75日線あたりちょっと意識されているような感じですね。で今日は25日線を上回って引けたというところでございまして、この窓を下落時の窓を埋めてちょっと上に行きかかっているというところですね。週足の方もこちら、この自動平均が収斂してます2万1300円台、こちらの方を下支えに今週は前週末比で388円高になったということです。景気ウォッチャー調査今週発表されましたけれども、現状はですね駆け込み需要で上向いて、それから先行きは消費増税のマイナス効果が意識されて 36.9ポイントという形でですね、低下しました。39.7 から 36.9 ですね。それから工作機械受注も発表ありまして、こちらの方は引き続き、9月はですね、半期の当たりまして、普通は8月よりも受注額増えます。だから今回も増えてますけれども、前年同月比ではご覧の通り、外需なんかは特に 40.6% 減ということで、引き続き鋭角的に減少傾向が続いているという状況でございます。内需の方ちょっと上向いてますけれども、それでも10ヶ月連続減少というところですね。
リビジョンインデックス、こちらの方はですね、トピックス全銘柄のリビジョンインデックスですけども、若干ちょっと下げ渋る動きになってまして、織り込み、つつあるのかなという感じもいたします。アナリストのですね、情報修正銘柄と下方修正銘柄の比率を見たものですけれども、まだ下方修正銘柄の数の方が多いという状況が続いてますけれども、ちょっとこうその数も比率もちょっと低下してきたかと、縮小してきたかという感じです。こちらのは電気機器のリビジョンインデックスなんですけど、こちらの方もちょっとこの一時の1月最初のですね、下方修正銘柄数が非常に比率が高かったところから比べると、じわじわとですね、その比率が少なくって言いますか、縮小しているという状況でございまして、例えば安川が今日、安川電機が昨日ですね、決算下方予想を下方修正しました。今日は25円安で終わって3810円の25円安で終わったということで、予想よりも下げなかったんですね。一時3695円まで行って3810円まで戻したということで、ある程度まあ今度決算発表がですね、今月末から本格化します。これでもある程度織り込んできてるんじゃないかなということで、悪抜け感も出ることもちょっと考えたいと思います。それから業種別の株価指数はサービスとか情報通信がまあ上向きですね、相対的には上向き、不動産上向き、小売もそれからジャスダック平均も上向きというところですね。それからこちらの方は、こういった形ですね、というところでございます。それから銘柄の方ですけれども、移っていきたいと思いますが、今日はですね、今週新高値を取った銘柄からピックアップしてみました。というところで、まずチャートの方を見ていただきますと、 NEC のネッツ SI、 こちら NEC 系のですね、システムインテグレーターです。システム構築とかネットワークの構築をする会社で、クラウドの提供なんかもする会社で、これ10月9日に3115円をつけて、この3130円まであと少しというところまで迫っています。まあ、給与期間結構ありましたので、こちらの方を結構抜いてくる可能性が高いんじゃないかなというふうには思います。それからですね、 RS テクノロジーズ、こちらの方は半導体製造装置向けのテストウェアの再生加工受託するオーデーなんですけども、このずっと調整したところを抜けてきてですね、下落トレンドを出して、そしてこの節目となります、この例えば19年3月7日高値の3740円を少し抜けてきているという状況にあります。それからイビデン、こちらの方はインテル向けの IC パッケージとか作っている会社なんですね。スマホ向けのプリント配線盤も作っている会社で、こちらの方がまあ復調の見通しが立ってくればですね、まあもう少し株価が買われてくるかなと思うんですけれども、あとディーゼル車向けのですね、黒煙の除去装置が非常に不振なのがちょっと足を引っ張っているという状況ですけれども、まあ、この17年5月の高値を抜けて、この前の高値があるんですけど、この辺りに接近している状況から、空港ビルディングも下値をずっと切り上げて、この3月のですね、高値4935円を抜けてきました。一旦抜けてきました。羽田空港とかですね、国外線のターミナルの家主でありまして、羽田とか成田の免税店なんかも運営している会社でございます。あとアドバンテスト、ずっと強い動きが続いてますけども、長期的に見るとこういった形でソーサーボトムからやっと動き出したという状況でございまして、こういった長い目で見たいと思います。あと銘柄的にはこういったこと感じでですね、アトソル、日清とか、それから日本化学工業、こちらの方は積層セラミックコンデンサーのですね、材料なんか作ってるが好調な会社、あとはこういった形で TDK とかアドバンテスト、東京エレクトロンという形で出ております。さてこちらの方、中国株のですね、セミナーを開催いたします。11月14日まず大阪開催、朝日生命ホールですね、淀屋橋駅近くですけれども、こちらの方で、中国のですね、工業証券のストラテジストとうちの、千原がですね、お話しさせていただきます。こちらの方、大東証券本店第一営業の06-4803-6505の方にお申し込みください。こちらの方は11月14日でございまして、2時から4時まで。それからもう一つ、東京開催の方は11月15日になります。ベルサール東京日本橋です。こちらの方はですね、日本橋の銀座線の日本橋駅からですね、東西線と銀座線の日本橋駅からすぐのところですけども、ビルのずっと上の方4階になりますが、こちらの方は、東京第一営業部の03-3666-5541の方にお電話いただければと思います。中国株の方も力を入れて頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は以上でございます。来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。